はいはいはい。ナイスナイス引き。俺のバルオジが見てえか。あ、みんな知らないかもしれないけど、バルク使いのアビキョって言います。よろしくお願いします。あのショーツの人とかなんかよく言われるんですけど、いや全然僕本業バルクなんで、よろしくお願いします。あー、ググンちゃんどこにいるの？そこかな、ここかな。あー違う違うね、ここかな。うわー違う。あ、ハケでー、ハケいっちゃう、ハケいっちゃうね。完成で抜いて偉いクーグンちゃんだね。バルオジ褒めちゃう。クーグンちゃんすごいいい壁だね。クーグンちゃんのことバルオジ褒めちゃおっかな。オッケーオッケー。ランラランラララン、ランラランラララン、ランラ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 。皆さんこんにちは、バルク使いのアビキョと申します。よろしくお願いします。イモムシといえばデイさん、まん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 、 A ちゃん、 A ちゃんよ、もう伝統の A ちゃんだから、伝統の A ちゃん。皆さんこんにちは、アップルペンシルを洗濯で壊しましたアビキョです。皆さんはどんな日曜日をお過ごしでしょうか。僕はアップルペンシルを洗濯で壊した日曜日を過ごしています。皆さんは楽しいですか。日曜日楽しんでますか。僕はアップルペンシルを洗濯で壊したので、あまり楽しくない日曜日を送っています。ちなみにマジ泣きしてますから、アップルペンシルくんのご遺体のムクロの前で僕ガチ泣きしてますからね。アップルペンシルじゃなくて俺が水没すればよかったのに。みんなの失敗談も聞かせてよ。フィッシング詐欺に引っかかってカード不正利用された、でかすぎ、もろた。ちょっとアップルペンシルどころの騒ぎではないなそれは。お父さんが家に車の鍵忘れてレンタカーで山梨から東京まで一往復してた。あーかわいそうすぎる。アップルペンシルどころの騒ぎじゃないな。元気出てきた。やっぱ元気出すときはやばい思いをしてる人を見る、それに限るね。うえぇーない。足しにっていうかアップルペンシル代なんだけど。もうちょっと申し訳なさすぎるよ。洗濯しちゃうクズにそんなの。ありがとうございます。もう何で返したらいいんだ。脱ぐか。スパチャで買ったアップルペンシル洗濯する配信しちゃダメだよ。アホやん。恋人の作り方なんてわかるわけない。いや俺わかるよ。ディスコつないで夜中までね喋ってればね好きになるよ。で DAIGO のコラボカフェに行ってホテルに行けばいいんだよ。どうせそれでしょ。みんな聞いてみたいよね。どうやって恋人になったのって。絶対夜中までディスコしてるから。深夜話し込んでても振られますが。深夜の力使っても振られたの。告ってないのに振られてんの。オーバーキルじゃん。かわいそうすぎ、ワロタ。あ、笑っちゃった、ごめんごめん。ほんとにムラついてんだみんな。ムラ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 。お電話しよう、お電話しよう、いいよお電話しよう。あむやむやむやむ。これね、ディスコで毎晩怒ってるやつや。で、なんか眠たくなってきたらささやき声で言うんでしょ、男の方はさ。いやー別に、ちょっと眠たくなってきちゃったみたいなね。ちょっと可愛いか細い声出し始めて、ドキー、こいつ眠たくなるとこんな可愛いんだ、やばいキスしてみたいな気持ちにさせるわけよ。で、女の子の場合は寝たふりもはや、あー今寝てたー、ごめん、あー眠たいみたいな。カワボ系の女の子はなんであんなに咳込むの。なんであんなにいつも喉イガイガしてんの。俺の予想だけど、あれ多分ね、喘ぎ声なんだよね、多分ね。喘ぎ声アピみたいな感じだと思う、あの咳込み。みたいな。いや、多分ね、声の調整じゃないのよ。っていう、その声が、色っぺーと思って多分やってんだよね。喉に負担かけている時の咳はそんなもんじゃないから。つってね。テクニックなのよ、あれ。だから、みんな、カワボが出せる自信があって、男や女や男でも女でもないものを落としたいのであれば、咳込め。やらしい感じで咳込め。一緒。要するに、マリーと一緒。やっぱ、マリーが咳込んでたら可愛いじゃん、なんか。は流血性あげ受け。一回、俺が舐めて流血性あげ受け。つってね、入れてやろうかと思う、口に。ペルシー、いや、ペルシーダメだ。汚ねえもん、あいつ。かっこかかかっこかおじさんの朝の洗面所だもん、あれ。かっこかかかっこ。これで。ええー、めっちゃ似てるやん、キノピオ。わあめちゃくちゃ似てるけどね。レパートリーが増えましたよ。テレサのモノマネ。10コインなんだけど。うわ、だる。ガチだる。だる。Oh, yeah.
調子こきやってや。来い。え、同じ島ってやば。お前こいつルイージビーキなんだけど。やばすぎ。ラストでしょこれで多分。もう全然覚えてらんねえわ。1ミリも何にも覚えてない。は？分かるわけねえだろハゲ。分かるわけねえだろハゲ。7ぐらいにしとく。お前外してたら割りかす。お前本当にぶち飛べすからな、マジで。1,2,3,4,5,6,7,8,9,9 じゃねえかカス。え？おい、は？マジふざけんなよ。おい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 、うわー、もう絶対許さねえこいつ。おれやばいやばい。え、もうやばいんだけど、急激にいじめられてんだけど。おい、ほら、さあまあ見ろボケガス。 I'm winner. I'm winner. パパになって勝てないとか生きてて恥ずかしくないの？7。え、なんかピーカスいるんだけど後ろに。え、なんでピーカスいんの後ろに。え、ピーカス何してんの。おいお前最低だなピーカス。なんか敵の味方してんだけどあいつ。俺も敵だった。でもテレサだから敵だったわ。一面だよ一面。はい、さあまあ見ろこの数。一生赤マスで恋減ってろボケ。はいはいはい、四つ、はい四つ、あ、はい四つ、ええ、いやお前配置かえんがえるよお前ら。バカな、全員で来んなよ。回りすぎだってお前ら。カス、なんでこいつら固まってくんの。頭割り、やべえこいつらバカだ。こいつらと組んでやれる気しねえんだけど。なんで回ってくんのこいつら。ガチ頭悪いんだけど。おーい、お前らマジ頭悪すぎ。いや組んなってこっちカス、組んなって。おーい、頭悪いってマジでこいつら。お前ほんと全部俺によこせ金。それ何レディファイって。いやいやタッチとかしたくないんだけどマジで。え、なんで2コインずつなの。え、ガチ信じ、え、なに、どういうこと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 、え、2コインずつなの。あ、10コインもらえんじゃん。なんだよ、焦らせんなよ。お前らなんで10コインもらってんの。おかしいと思うんですけどね。絶対僕が全部もらうべきだと思うんですけどね。え、やばいんだけど、こいつ花火つけたんだが。何起きんの、なんかいいことは、え、うわマジで許せねえんだけど。あー、やばすぎー。クソゲーだよこれ、クソゲー。なんかさ、ミニゲーム買った得点とかコインいっぱい得点とか欲しいよね。ラッキー仲間ボーナス。は、それ悪い字じゃん。やめて、は、まあ、ほんとさげんだよピーカス。てめえランニングボーナス。あー、マジでクソゲーだー。ガチクソゲーなんだけど。やばすぎ。二度とやんねえわこのゲーム。選択していいかなこのマリオパーティー。アップルペンシルじゃなくてこいつが選択されればよかったんじゃねえかなって俺は思うよ。